フォルツァスタイル。じゃあグランドセイコーの、後編、おすすめのモデルをご紹介いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう祭りみたいになってますけどすごいですよ。グランドセイコーだらけでございます。不安にはたまらないねえ。で、整理しますと、グランドセイコーって今、3つのコレクション、はい、ヘリテージコレクション、はい、あとエレガンスコレクションとスポーツコレクション、はい、はい、そうです。でこの3つのコレクション で、はい、でそれぞれ、まあ、機械式とあと、まあ、成功が誇るスプリングドライブ、スプリングドライブ、はい、それにあのクォーツという、はい、だから 3×3 というか、そうね、はい、はい、ということでその中から、まあ、ここに精鋭たちが今並んでいると、はい、ということで、ご紹介ください、はい、よろしくお願いします、はい、しますではまずは、はい、メカ、はい、機械式の時計をご紹介させていただきます、はい、こちらはすべて雫石で作っています、はい、手作りです。そうですね、うん、まずこちらのモデルは、はい、自動巻きのハイビート、そこに GMT 青針をつけたモデルです。はー、ハイビート36,000シールド、そうですね、最近増えてますね。その増えてる理由って何かあるんですか？そうですね、やはりグランドセイコーはあの時計詳しい方もお好きな方も多いですけれども、そういう方はやはりハイビートあの目指してというか憧れている方も多いです。実際作るのは大変ですけれども、やはりグランドセイコーの中ではもうハイビートっていうのは欠かせない存在になってますね。なんかやっぱりグランドセイコーをつけてる男性っていいですよね、福田さん、うん、なんかね、あの分別がある感じがあるよね。なんかこう、さっきからずっと言ってるんですけど、いろんなこと分かってそうな気がするの、私なんか世の中のことよく分かってそうそう、あの質実剛健なイメージもあるんですけど、はい、やっぱりエレガントですよね。ありますね、うん、やはり美しさっていうのもグランドセイコーの、まあそうですね、目指しているところの大事な一つのキーワードになります。特にこちらはその雫石で作っているということもあり、この文字盤の独特な風合い、これは工房から見える、まあ、岩手山、山の山肌をイメージしたそうですね。なるほどね、が独特な感じなんだ、これほら普通の白とちょっと違うのね、うん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 、私ね、サンレイともまたちょっと違いますか、ね、これ、うん、ね、綺麗ですね。でこちらは、はい、こちらはですね、昨年8年ぶりに新開発した、はい、新作の手巻きムーブメントです。お、はい、今回は、右側にパワーリザーブ、うん、そして左側に小秒針をつけたというモデルになります、うんうんうん、ケースのデザインも全くこちらとは違って、まさにこちらがグランドセイコーのエレガンスコレクションを代表するケースデザインになります。ドーム型のガラス、ね、風貌もなんかちょっとこうクラシックな感じで、うん、手巻きっていうのがまたいいですよね。なんか渋いですね。ね、うん、うーん、パワーリザーブは72時間3日なので、お、実用面は随分便利になりましたね。なるほどなるほど、3日あればね。そうそう、だから週末に外して、うん、お留守番してても月曜の朝動いてると。そうそうそうですね、はい、なんかどういう方がやっぱりエレガンスラインってお求めになるんですか？はい、そうですね、やっぱり時計にお詳しい方がですね、うん、まあ、復刻限定というのもありましたけれど、クラシックなデザインってお好きな方が多いです、うん、まあ、それともう一つはグランドセイコーはやはり皆さんちょっときちっとした場でも安心して使えるということなので、うん、こういう黒革ベルトでシンプルなモデルっていうのは、まあ、逆に最初の1本これから長く使っていこうっていう方にですね、あの馴染みがあるデザインだと思います、うん、はいはい、あの黒のプレーン等の一文字みたいなもんです ね靴のね、あの冠婚葬祭使えるとそうそうそう、あの安心してつけていけるやつだはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、で次が、はい、ではスプリングドライブに行きましょうか、はい、スプリングドライブはもう
今年で何年目になるんですか。そうですね、グランド成功としてスプリングドライブを採用したのが2004年ですので。そんなになりますかね。はい、もう17年ですね、うん、出た時びっくりしましたけどね。この流れるような秒針がお好きな方もいらっしゃいますし、これがね、はい、独特でね、うん、ちょっと機械式他のモデルとは秒針の動き方が違いますよね。これはもうスプリングドライブじゃないとこの秒針は味わえない、はい、すいません初歩的な質問なんですけど、はい、スプリングドライブの定義って何ですか。はい、そうですね、スプリングドライブは成功にしかないムーブメントなので、はい、ちょっと馴染みがないかもしれませんけれども、基本的には、使い勝手は自動巻き腕時計と同じです。ゼンマイを動力源として動いています。はい、ただ精度をコントロールする部分ですね、その部分にはこれはセイコー独自の発想で、水晶振動子を使用しています。まあ、ハイブリッドみたいな感じですね。なるほど、はい、蓄電などはしないのですけれども、はい、基本的には、72時間パワーリザーブの自動巻き式の時計です。はい、よくわかりました、はい、ありがとうございます。でこの3つはそれぞれどういう、はい、位置づけというか、ね、そうですね、こちらはもうスプリングドライブグランドセイコーを代表するヘリテージコレクションのモデルです。はい、日本の方には雪白とか、はい、海外の方にはスノーフレークなんていうニックネームで大変支持の高いモデルになります。はい、この独特な風合いの、白い文字盤、これがですね、まあ、やはりグランドセイコーならではということで、はい、海外の方にもとっても人気のモデルになります。このブティックの内装もなんか似たような感じですか。はい、そうですね、これもすごく、はい、和風なという仕上げになってますよね。はい、でこれがエレガンス、はい、エレガンスコレクションですね。こちらは今度はボックス型のサファイアガラスを使っていて、まあ、非常にクラシックな雰囲気を醸し出しています。ちょっとブルーがかったフェイスで珍しいですね。うん、これも海外の方なんてアイスブルーなんてあるニックネームで指名されるんですけれども、淡い水色にこちらの雪白と同じような地模様が入っています。また素敵ですねこれね、うん、見る角度でちょっと色が変わって見えませんか。ね、なんかそれがすごいなと思って。すごいすごい、うん、パッと目を引きますね。でもこれすごくでこれがスポーツコレクション。はい、そうですね、グランドセイコーは最近このスポーツコレクションも非常に充実してきています。うん、特にこちらはブラックセラミックシリーズ、黒い部分はブラックセラミックを使用し、金属の部分はチタンを、ブライトチタンを使用しています。うん、その明るいチタンですか。あ、はい、白身のあるチタンですね。はい、これは、ケース径は何ミリですか。はい、こちらは 46.4 ですね。大きいですね。ね、すごい存在感が抜群ですね。はい、厚みもあって。ありますね。ただですね、デザイン的にはやはり昔からのセイコースタイルというものを継承しているので、結構重心低めで、うん、お付けいただくとですね、結構収まりも良くて。本当だ、福田さんつけてちょっとつけてるよね。あ、本当だ、フィット感が、うん、うーん、なんか馴染みますね。馴染みますね。存在感あるんですけど、はい、スポーツカジュアルというだけではなくてね、うんうん、スーツやジャケットなどでもお使いいただけますね。またその合わせが素敵ですよね。ですよね。ね、インダイヤルのレイアウトが独特で、はい、これかっこいいな。いや、いいですよ ね。なんかなんともおしゃれというか、セラミックとのツートンなのか、うん、もうおしゃれだし。で、はいはい、最後のプレーがクォーツですね。はい、こちらも、セイコーが開発したクォーツ、グランドセイコークォーツはグランドセイコーためのためだけの専用のムーブメントを使用しています。まずですね、例えばこちらはもう非常にシンプルを極めた37ミリ系のモデルです。37ミリ、僕の好きなサイズだな。ちょうどいいサイズ感ですよね。そうですね。こう特に日本人とか、はい、こうアジアの方には、はい、バランスもいいですし、はい、ジャケットなどの収まりもいいですよね。わかります。はい、綺麗。でもこれがなんか前に、ちょっと小耳に挟んだのが、うん、
結納返し、はい、非常に人気があるっていう。それはいいですね。だからそのなんだろう、いわゆるそのエントリー的な価格帯、まあ、エントリーっていう言葉も僕はあんまり好きじゃないんだけども、はいはい、まあその、実際には23万円、はいはいはい、まあ、そのぐらいの金額で非常に結納返しで、まあ、しかも高いと、あの成功さんの時計ですからね、グランド成功ですから、だから、はい、ね、ずっと年取っても使えるしで、はい、でも時計をお返しするのってこれから一緒に 時を刻んでいくっていう意味合いがあるんですかね。いいですよね、すごく、うん、だからその結納返しで時計をっていうのは、うん、あちこちで聞く話だけれども、そのグランド成功ではこれが選ばれるのが多いですね。いいですよね、はい、なんかとっても趣味のいい、センスのある選び方だなと思います。年齢を選ばない感じしません？そう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 、だから年取ってずっと使っててもいいしね。うん、そしてまた対照的な、はい、ものが左に、はい、これはそのスポーツコレクションからですね、はい、これもクォーツのダイバーズウォッチですね、はいはい、これはですね黄色いラインがとても印象的ですけれども、世界限定800本で登場しました。ほうほう、ボリュームがありますが、やはりサイドから見たキリッとした稜線などはですね、グランド成功ならではの仕上げが生かされていると思います。スポーツできそうだよね、うん、これは、はい、このそうなんです、ストラップが付属してるんですか、はい、このモデルにだけ特別にラバーストラップも付きます。あ、こっちも可愛いですね。ね、うん、でも800本しかないんだよ。だって世界でですからね、しかも。じゃあ早く買わないとなくなっちゃうでしょ。お早めに。お早めに。お早めに。とにかくなんだろうね、クレバーに見えるよね、グランド成功ってね。うん、そう思いますね。なんだろうな、やっぱり日本のブランドだからっていうのもあるんですけど、うんうんうん、他のブランドとこう比べられにくいというか、うんうん、あ、グランド成功してるんだったら安心みたいなとこないです。そうね。でしかもほら、今やそのグローバルな存在になっていて、そうそうますますね、パリにもブティックがあるわけだから、バンドームに、はい、だから日本人としてこう胸を張ってグランド成功を選んでつけて海外に行くと、はい、ですね、いいんじゃないかな、はい、はい、じゃあもあずちゃんお疲れ様でした。いや今日はお疲れ様でした。でなんかここなんだっけ、うん、講談社の貴賓室なんかすごいところに通されちゃいましたけど、なんか偉い作家さんとかがお招きされるような、うんうん、あら、腕時計魂もそこまで来ちゃいましたかね。来ちゃったのかな、どうだよくわかんないけどね、はい、まあ、とにかく乾杯ということで、そう、ビール手元にあるから、何かと乾杯するよねっていう、うん、はい、なんやかんやで飲んでばっかりですけど、はい、お疲れ様でした、まあ、いただきます。やっぱこう明るいうちに飲むのが美味しいよね。昼のビール最高と言いつつ暗い時も飲んでるけどね。まあね。で、まあ、今日、うん、そう、今日はどうでした？グランド成功、うん、なんかね、実際手元に乗せてみるとグッと欲しくなる時計だなって思いましたね。でしょ、うん、グランド成功本当にね、写真で見るより実物がもう何倍もいいという、うん、うん、なんかでもやっぱり自信を持ったやんだと海外にもつけていけるんで、うんうん、なんかこう1個手元のレパートリーにあったらすごくいいなと思って、うんうん、レディースの時計私ちょっと欲しくなりましたね。あの 27.5 ミリでしたっけ、うん、機械式のやつがすごい良かった。あれはね、本当にあれをつけてるとなんかこうお仕事ができそうな感じ。そうそう、形から入るタイプだから、うん、いえ本当にね、クレバーな感じです。僕はねやっぱりね、なんだかんだ言ってファーストモデルの、うんうん、復刻版、復刻版のあのイエローゴールド、あれは何度見てもいいね。あれいいですよね、似合ってましたからね、うん、いやいやいや、あとほら、結納返しでっていう、うん、すごくクラシックな、ね、そうあれはね、僕ね、若い人たちぜひ一度見直してほしいなっていうか、なんかあれは本当にね、うん、だから例えば結婚するときに、まあ、結納返しじゃなくてもいいや、自分のご褒美でもいいけど買って、
あれはね、50になっても60になっても使い続けてたらかっこいいと思うんだよね。タイムレスな時計なんですね。そうそう、で、あれがちょっと小さめなのがいいでしょ、うん、そう、ちょっとクラシックというかね、うん、あれはね、あの、本当に自分の思い出に、ちょっとおすすめしたいです。はい、はい、なんか若い方につけてほしいですよね、うんうん、と思います。ずっと使えるんで、はいはい、ということで、浅草今半を今から食べたいと思います。じゃあもう一回乾杯します。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れです。